この芝。決心するのよ。こうなった以上、仕方がないの。早まるな！カズマくん、それにアクアさんも。何があったかわからないけど、飛び降りるなんて絶対にダメ。悔い改めたいことがあるなら私に言ってごらんなさい。飛び降り？あ、違うわ。ただ崖の下に降りようって考えてただけで。こんな崖の下に何の用があるんだよ。さっき森でマッシュルームを見つけたのよ。それでここまで追いかけてきたんだけど、崖下に逃げてしまって。マッシュルームを追いかけて？そうか、この世界のキノコって動くのか。どうしても今日中にマッシュルームが必要なの。ミーアちゃんのためにも。ミーアちゃん、明日のご飯は何が食べたい？ミーアちゃんが今一番食べたいものを作ってあげるわ。ミーアが食いたいもの、マッシュルームのシチューがいい。寒い道にいた頃はよく食ってたけど、なまらうまいよな。なるほど、それでマッシュルームを探してたのか。崖の下に逃げるのを見て追おうか悩んでたんだな。どうしようかしら。ミーアちゃんとっても楽しみにしてたし、期待を裏切るなんてとてもできないわ。はあ、相変わらずミーアに甘いな。ま、そこがエイミーのいいところでもあるんだが。ねえカズマさん、エイミーがマッシュルームを手に入れられるように私たちも協力してあげましょうよ。なんだか、いきなり乗り気になったの？だって放っておけないじゃない。でもその代わり、私たちもマッシュルームのシチュー食べさせてもらうわよ。なるほど、喋ってる間に食いたくなってきたんだな。食い意地の張った女神だ。ミーアちゃんのために。ギルドの情報によれば、このダンジョンの深部がさっきの崖下に通じているらしいわ。マッシュルームはひんやりした場所を好む特性があるらしいし、きっとあの崖伝いにこの遺跡に入ったはずよ。じゃあ早速俺の千里眼スキルで。おお、早速発見。この先にいるあの丸っこいやつがマッシュルームか。さあ収穫しましょう。美味しいシチューを作らなきゃ。マシュ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 ー。やあ、こいつら意外と強いぞ。ひるまないで、突撃よ。ミーアちゃんのために、シチューのためにも。おいおい、押すなよ。そもそも俺はこんなキノコと戦う義理はない。ちょっとエイミー、耳貸して。私の言った通りに復唱するのよ。ゴニョゴニョ。カズマくん、マッシュルームを倒せたら膝枕してあげるわね。キノコと戦う義理できました。うらぁ、マッシュルームども収穫してやんぞ。うまくいったわね。これでシチューが食べられそうだわ。膝枕くらいであんなに張り切って、なんだか悪い気がするけど、これもミーアちゃんのためね。なあエイミー、どうして今日の夕飯はカズマの家で食べるんだ？ごちそうはね、みんなで食べるともっと美味しいの。さあできたわよ。みんなお待たせ。この匂いは、はーい、マッシュルームのシチューだ。私ももうお腹ペコペコよ。エイミー、遠慮なくいただくわね。俺もいただくよ。そしてその後はめくるめく膝枕。かしょかしょ、もぐもぐ、なまらうめー。エイミー、本当の本当にありがとな。
ミーヤちゃんが喜んでくれて、私とっても幸せ。ね、今度は何が食べたい？ミートパイ。ミートパイね、任せて。最高のお肉を買ってくるわ。いや、これから狩りに出るとかありえないだろう。今日はマッシュルームを堪能しろよ。そうね、私ったらごめんなさい。ミーヤちゃんの笑顔が見れると思ったら歯止めが効かなくて。過保護を通り過ぎてなんかもう病的だな。ヘイミー、シチューおかわり。はいはい、まだまだあるわよ。たーんと召し上がれ。このスバー。